中国のソーシャルメディアで食料不足の話題がトレンドになっていますこれは中共商務部が11月1日研究時に備えて家庭で生活必需品を備蓄するよう呼びかける通知を出したことを受けてのことです中共商務部は11月1日各地の共産党支部や家庭に対して冬に備えて食料を備蓄するよう通知を出しました これを受け、多くの市民が中国の食料不足を心配しています。通知では、緊急時に備えて、野菜、食用油、米、塩、鶏肉などの生活必需品の備蓄を促しています。この通知は国中に衝撃を与え、ソーシャルメディアを賑わせました。中国の SNS、ウェイボーでは、消務部が各家庭に必要な生活必需品の備蓄を奨励というハッシュタグが、 5, 万回以上表示さされれまままししたたこの通知がが出されてすぐ市民によるパニック買いが始まりウェイボーでは、あるネットユーザーが、RT マートでは塩も缶詰もすべて先に買われてしまったと投稿し、別のユーザーは、今日スーパーで米、小麦粉、油を買い、1000元近く約1万7000円使った、大型のショッピングカート2台でトランクがいっぱいになってしまったと投稿しています。 また、油、紙、日用品を買った、1700元、約3万円を軽く超えてしまったとの書き込みもありました。消務部の通知には、備蓄を進める具体的な理由が書かれていないため、多くの人の憶測を呼んでいます。今年前半の自然災害や、10月初旬の異常気象により、国内最大の野菜生産地である山東省の農作物が壊滅状態となり、さらに北西部から北東部にかけて、 パンデミックが発生したため、食料供給に混乱が生じる恐れがあります。一方、関西メディア経済日報はネットユーザーに過剰な想像をしないようにと呼びかけ、通知の目的は自分の居住地域がロックダウンになっても市民が慌てることがないようにするためのものだとしています。NTD ジャパンがお伝えしました。